初日11レース走られます栃木の松木選手です。よろしくお願いします。昨年優勝されたこの G1 ですけども、まあ、王者として迎えるこの大会、どういうふうにここに向かわれたでしょうか。いやでも他の G1 とは変わらずの気持ちでいました。まあ、今年は G2 は2回優勝してますけど、まだ G1 を取ってないということで、やっぱり G1 を取ってグランプリへっていうの言われてましたけども、まあ、そこは変わらずしっかりとっていう形ですね。そうですね、今回がラストチャンスなので、はい、決めたいと思います。まあ、今回は、まあ、昨年は G1 を取ってここに来てますけども、今回も賞金的には、まあ、ある程度ゆとりがあって、はい、まあ、来年の S 班は、まあ、大体大丈夫かなっていう心境で来てると思いますけども、その辺の心境で迎える大会っていうのはどうですかね。まあ、そういう面では、まあ、落ち着いて走れるから、まあ、いいかなと思いますね。まあ、前回は四日市ですね、まあ、ちょっと残念な結果に終わってしまいましたけども、はい、まあ、中9日ですね、この間っていうのはどういうふうに過ごされたでしょうか。まあ、いつも通り練習してきました、はい、特にはしっかりと調整も込みでっていう形なんですね。ケアもして。そうですね、はい、どっちもしっかりやってきたんです。で、明日のレースなんですけども、まあ、関東勢はお一人ということでなりましたけども、どういうふうに戦われますでしょうか。まあ、難関がついて2人ついてくるので、まあ、しっかり出し切るレースにしたいと思います。まあ、ここの小倉の競輪場というのはどうですか。相性的な走った感覚っていうのは。まあ、去年優勝しているので、まあ、イメージはいいですね。わかりました。では、連覇のかかる大会ですね。最後に意気込みをよろしくお願いします。しっかり優勝して、グランプリの切符取りたいと思います。応援お願いします。